いいいいただいたただ質問返し,をしてみたいと思います腹筋上部の緩め方があれば教えてくださいということなんですけどこの腹筋の上部っていうのは、えー、腹筋の上の方のことを言ってるのか腹筋のこの表面上の前後で見れば表面でしょ上部。 うーどっちのことを言ってるのかちょっと聞くの忘れちゃったんですけどまあまあお腹の緩め方っていうことで聞こうと思いますその部分にいくつか紹介してみたいと思います、えー、その部分に気を入れるその部分に、えー、その部分をこう自己催眠で緩めていくっていうような2つですね僕はあんまりこう体を使ってっていうようなやり方はあんまり好きではないのでえー その二つを紹介してみたいと思います。まず下腹部に気を入れるっていうやり方ですね。まあ、気の玉を練って、昔もこれ動画を上げたような気がするんですけど、気管って言うんですけどね、この、気を感じるで気管ですけど、気管を感じながら気の玉を練って、下腹部に入れるで。内臓から緩めていくっていうような感じです。内臓から 緩めててていいいくくっううような感じで下腹部に入れていくとでこれが、えー、な腹筋上部っていうんであればまあまあ手かすしみたいな感じでやってもいいですし、まあ、気候っていうのがあんまり馴染みがないんであればそうですねその自立訓練法といってこれが2つ目なんですけど、えー、両腕両足が重たくなるっていうあの公式の基礎的な文章の応用で、えー、下腹部が楽になるでもいいしまあ腸,腸が楽になる。 っていうので、えー、内臓からリラックスさせて腹筋を表面上の腹筋を緩めていくっていうような形ですねなんで内臓からかっていうとやっぱ内側からやっぱりどうしても固まるからですね人間の体も胴体からやっぱり固まって、えー、腕とか足も固まりやすくなるっていう順序だからですねですで今紹介したものはあんまり個人的には重点的にはやってないですっていうのはその部分とある部分を 緩めるっていうような感じよりやっぱ全身のバランスから人間の力みっていうのが生まれてくるので、えー、例えばこう立ち方がまあ歪んでいるとちょっとカメラあれですけどまあなんかこういうような立ち方何らかの前傾した立ち方でもいいですけど変な立ち方をしていると腰に負担がかかるみたいな感じでその 全身のバランスが崩れると腹筋が力むとか腰が力むっていうような感じなんですね。これはやっぱ部分と全体との関係で起きてくることなんですけど、えー、だから日常的に、まあ、イ体操とか基礎いる僕は基礎イるがおすすめですけど、そういうものを使いながら全身のバランスを整えていって、え全、ー、部分の状態が改善するのを狙っていくのがやっぱり一番適切なのかなと思います。まあ、それでも、 こう、質問された方みたいに、どっかの部分が、例えば固まってるから緩めたいっていうことはあると思うんですけど、まあその場合は、何らかのワークで対処していくっていうやり方がいいと思います。っていう感じですかね。はい。まあ今紹介したものの他にも、例えば、えー、ボディーワーク的にやりたいんだったら、こうギューって力入れてパッって力を抜いていくような、まあ今ちょっと入ってますけど、えー、士官っていうやり方。だ腹筋上部だったら、そこにギュー で力入れてパーって抜くみたいなやり方を例えば3回ぐらいやってみるっていうのを1日の中に何回か入れるっていうようなで脱力する力が抜ける感覚を自分の中で学んでいくっていうことの方えことをやっていくっていうそういう方がいいかなまあそういうのがありかなと思いますはいありがとうございました